放送席、放送席、5月5日子供の日、今日のヒーローは2本のタイムリー3打点ファイターズ西川遥輝選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは2回1点を先制した後の2点タイムリーツーベース、レフトに低いライナーが飛んでいきましたね。まあ、あのカウントが有利だったので、思いっきり行きました。7回もなかなか追加点が取れない中での大きな1点になりましたが、あのバッティングはいかがでした？点は何点あってもいいと思うんで、少ないチャンスを、ものにできたなと思います。おとといは3安打、そして昨日は先頭打者ホームラン、今日も活躍がありました。バッティングの状態というのはこのところいかがでしょうか？もっともっと上がると思いますし、上げていかないといけないなと思っています。さあ今日は子どもの日です。目の前にもたくさんのお子さんがいらっしゃいますが、この子どもの日に子どもたち本当にかっこいい姿を見せられましたね。まあ、あの一人でも多く、野球をやりたいという子どもが増えたら嬉しいですし、西川選手みたいになりたいと言ってもらえるように、頑張っていきたいと思います。どうしたら西川選手みたいになれますか？お母さんの言うことをよく聞いてください。今日のヒーロー西川遥輝選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでやはりお母さんの言うことをよく聞くのが秘訣と。まあ今ねちょっとお母さんの声がありがとうって聞きましたけどもよく言ってくれたっていうような感じでありがとうなのかなっていうふうに聞こえましたけどもね。そうですね、もうお母さんにとってはナイスコメントですよねこういうのが一番子供に響くんじゃないですか。はい、石川選手が言ってたでしょっていうふうに言えますからね。しばらく使いますね。はい、はい、